ザカリー・テイラーは、第十二代アメリカ合衆国大統領を、在職中に死去した二人目の大統領である。当初は政治に無関心であったが、1848年に、ホイック党から大統領選に出馬、ルイスカスを破って大統領に当選した。テイラーは在職中に奴隷を所有した最後の大統領であり、大統領選に勝利した最後のホイック党員だった。テイラーは、 オールドラフレディとして知られており、陸軍での40年の経歴を持つ。米英戦争、ブラックホーク戦争、第二次セミノール戦争、米北戦争に従軍した。大統領としてテイラーは、奴隷制度の問題に対して恩恵な姿勢をとり、政治は議会に任せ、自分は法を実施すればよいという姿勢を示したことで、南部からの反感を買った。 彼はニューメキシコとカリフォルニアの移民に州としての憲法を起草するよう訴えた。そして1850年協定の成立の準備を行った。テイラーは就任からちょうど16ヶ月目に死去し、史上3番目に在任が短い大統領となった。その死因は胃腸炎だと考えられる。テイラーの後は副大統領のミラード・フィルモアが大統領に昇格した。 レサカデラ・パルマの戦いでのテイラー・ザカリー・テイラーは1784年11月24日にバージニア州オレンジ郡の農場で農園主のリチャード・テイラーとサラ・ストローザー夫妻の間に生まれる。9人兄弟の3人の息子の中で末っ子であった。父親のリチャードはアメリカ独立戦争時にジョージ・ワシントンと共に戦った。テイラーはメイフラワー製薬に署名した。 ヒルグリムファーザーズの一人、ウィリアム・ブリュースターの子孫であった。彼は、また第四代大統領のジェームズ・マディソンのまたいとこであり、フランクリン・ルーズベルトとロバート・イーリーが、血縁関係にあった。ジェファーソン・デイビスは、義理の息子になる。幼少期は、ケンタッキー州、ルイビルの辺境地で丸田小屋に暮らし、家族が増えるにつれてレンガ作りの家で暮らすようになった。 彼は7人の兄弟と共に暮らし、父親は1800年までに1万エーカーの土地と26名の奴隷を所有した。ケンタッキーの辺境地には学校が存在せず、テイラーは父親と時々雇われた家庭教師から基礎的な教育しか受けなかった。彼は学業に優れなかったと伝えられ、彼の筆跡、スペルおよび文法は生涯粗雑で土臭いものだったとされる。 テイラーは成長すると軍に加わると決心した。1808年5月3日、テイラーは陸軍に入隊した。いとこであるジェームズ・マディソンから第7不評連隊の注意に任官された。彼はインディアナ巡州に配属され、1810年11月には大尉に昇進した。フォートノックスの司令官が逃亡し、彼はその司令官となり1814年まで指揮を行った。 米英戦争でテイラーは、ホート・ハリソンを指揮し、テクムセ指揮する、小人族と戦った。テイラーはこの戦いの功績で、戦時少佐に昇進し、ワイルドキャット・クリークの戦いの間、第7連隊を指揮した。1808年に注意としての任務から始まり、米英戦争、ブラックホーク戦争及び、第二次セミノール戦争と相次いで戦った。これらの戦争でテイラーはインディアンを、 次々と虐殺するという選考を挙げ、その都度昇進を重ねた。ジェームズ・ポーク大統領は1846年にリオグランデトリレへ彼を派遣した。メキシコ軍がテイラーの軍勢を攻撃した時、テイラーは4対1と数で圧倒されていたにもかかわらず、メキシコ軍を破った。ポークはメキシコに対して宣戦線復告した。戦戦復刻と同時にテイラーは リオグランデ川を渡り、初戦でメキシコ軍に勝利した後も大統領令を無視してメキシコ領を奥深くへ進撃。メキシコ軍の主力を下して外戦した。米北戦争の英雄としてホイック等の誘いで大統領に立候補。政治的な野心はなく、大統領選挙人名簿にも登録せず、また自らに投票さえしなかった。戦後、 メキシコから奪還したカリフォルニア州でゴールドラッシュが起き人口が増加したためカリフォルニアを奴隷制度のない自由州としての州への昇格を望んだ。これに対し南部奴隷州は当時の連邦議会における奴隷州と自由州のバランス15時15分の比率が破られることを恐れ反対した。これに対しテイラーは仮に南部が反乱を起こした場合は 武力鎮圧も自殺という姿勢で応じた。これは後に南北戦争の伏線ともなった。外交面では国務長官ジョン・ミドルトン・クレイトンが商業のグローバル化を主張し、特に東アジア地域との交易に関心を示した。テーラー政権下でクレイトンは中央アメリカをめぐる米英間の対立を解消するためイギリス公使ヘンリー・ブルワー教徒協議を行い、 1850年、イギリスとの間で、パナマ地境地帯の中立を謳ったクレイトン・ブルワー、条約を締結し、米英両国が将来パナマ運河を取得したり、独占管理権を持たないことを宣言した。1850年7月4日、ワシントン・モニュメントでの式典参加後に、テイラーは病気になった。当日は、猛暑で、テイラーは、キュウリと牛乳を取りすぎて、 体調を崩し、5日後に重度の消化不良で死去した。大統領就任の16ヶ月後であった。彼は、ケンタッキー州、ルイビルに埋葬された。当初、その死については秘書による、毒殺説が根強く、もしもこれが事実であれば、テイラーは、エイブラハムリンカーンに先んじること15年、アメリカ史上初の暗殺された大統領となるところで、あったが、るか後年。 1991年に至り、遺体の学術調査が行われた結果、これら説が有力となり、その可能性は否定された。テイラー大統領とその閣僚軍人出身初の大統領である。また、ミシシッピ政を代表した初の大統領でもある。生まれはバージニア州だが、政治的にはルイジアナ州から選出された。 彼以来南部から自ら出馬し当選する大統領はジミー・カーターまで現れなかった。気分が悪くなると芝生に繋いでいる愛はホイットに異号にまたがって人走りして気分を沈めた。道路が短足だったのでいつも馬に乗るときは人に押し上げてもらっていた。戦術したように南部の分離には断固反対しており、どこへでも自ら軍を率いて鎮圧するとまで、 断言していた大統領だったが末っ子で一人息子のリチャードは南北戦争では南軍の将軍として参加した。第四代大統領ジェームズ・マディソンの妻ドリー・マディソンの葬儀においてテイラーは彼女は永遠に記憶に残ることでしょう。なぜならば彼女は半世紀にわたりまさに私たちにとって第一級の女性であったからですと最大級の賛辞を述べた。これが ファーストレディと最初に呼ばれた例として言い伝えられている。マーガレット・スミス夫人は、夫と共に認知を転々としてきたため、静かな生活を夢見、メキシコ戦争の際に、夫が無事に帰還したら社交界には二度と出まいと願を、かけた。大統領夫人になってもそれを貫いて、公式の場に出席することを拒んだ。その代わり一番若い娘のメアリーが代役を務めた。 大統領選挙中、妻は毎晩負けることを祈っていたとテーラーは支持者に打ち明けていた。夫人は夫が勝つことがあれば寿命を縮めると言っていたが、不幸にしてこの予言は的中した。身長は5フィート8インチだった。詳細はアメリカ合衆国大統領の継承順位を参照ミズーリ州プラッツバーグにあるデイビッド・ライス・アッチソンの破壊し、 1>, 1日限りのアメリカ合衆国大統領とある。テイラーは宗教的な心情を理由に日曜日に宣誓するのを断り、1849年3月5日に就任宣誓式を行った。これが空白をもたらしたことから、デイビッド・ライス・アッチソン上院仮議長が大統領代理になった。第11代大統領ジェームズ・ポークの任期は4日の正午に満了した。また、 副大統領、ジョージ・ダラスは、二日に上院議長を辞任し、アッチソンが上院会議長に選ばれ、五日にサイド・アッチソンが上院会議長に選ばれた。合衆国憲法の政府大統領が執務できない場合には、上院会議長がその職務を行うとの規定により、アッチソンが大統領だったというわけである。破壊しには、 彼が1日限りの大統領であったと刻まれている。しかし、上院仮議長としてのアッチソン自身の人気、満了日が3月3日であったとすると、その主張はどうやら疑わしい。実際、アッチソンは大統領就任の宣誓をしていないのであるから、単にテイラーが宣誓しなかったからといって、アッチソンを大統領とすることは、筋が通らないとする向きもある。ありがとうございます。